どうもヒデさんです。今日はね、少し個人的な話をさせていただきます。実はね、今朝予定したエアコン工事のお客様にね、ドタキャンされまして、それもね、当日ですよ。もしね、これを見ているあなたがそのお客様ならどうかお聞きください。当日の朝にね、キャンセルされると私たち非常にね困ります。本当にね、私たちはその日のためにね、時間を費やしてですね、時間を確保して、材料を準備して他のお客様にねお断りをしています。そのためにね、その時間はね完全に無駄になるわけですよ。本当に、はい、他のねお客様にも迷惑がかかります。もう今はもう繁忙期でね、忙しいわけですよ。本当にね、忙しいわけです。でさらにね、突然空いてしまった時間、代わりにね仕事を入れるのはね、非常に当日だと難しいですね。その結果、今回ねキャンセルでね、実際にはどうだろう、5万円ぐらいね、5万円ぐらい損失が発生してしまいました。これは私だってね、本当に非常に大きな痛手です。もう毎日ね、毎日の積み重ねでね、売り上げっていうのは積み重ねていってるわけであって、痛い。もちろんね、急なね事情があるとかね、キャンセルしなければならないってこともあると思います。でもね、可能な限り、キャンセルの連絡をいただける場合はですね、もう遅くとも、どんな遅くともね、前日、なるべく早くね連絡いただけると助かります。まあね、当日の朝だとね埋まらないですよ、もうね予定がね。まあそうすることでね、私たちも他のお客様にね対応する時間を確保するっていうこともねできますし、無駄な損失を防ぐことができますってことでね、どうか理解、ご理解のほどよろしくお願いしますってことでね。あれ、もうなんで当日キャンセルなんだよ。